はい、皆さんこんばんは、ミクツでございます。今回ね、ライバルズ・オブ・エーテルへの久しぶりから定期的やってるんですけども、まあちょっとね、時間がちょっとしかないんでやっていきましょう。ロカ対戦でいいや。じゃあルールから、ルールいつもやってんのは、ストックを5の10分ですね。で、名医が僕こいつなんですよ。持ちキャラなんで、こいつが持ちキャラっす。一回これで行くわ、さっき。で、コンピューターは全部レベル9で。多分、オンラインやってる方が、まあ、回が多いかなと思うけどな。ラグが結構あるのでね。このゲーム、海外すごい人気なんですよ。大会とか、頻繁に行われてて、海外ではね、割と、いろんなアップデートがあって、まあ、これで追加キャラが増えてたりするんで、まあ、今、どこ、これ、前来た4人で止まってますね。あと、顔見てもらった後で定期的にね、なんかこのリアルになってちょっと変わるんですよ。今度なんかちょっと鮮やかになってます。で、マップなんですけども、自分で選べるんですけど、まあ僕ほぼランダムなんですけども、ステージの、まあ、ギミックっていうのかな。これオンにすると、まあいろんなギミックがね、追加されますが、なしでいきます。めんどくさいんで。あ、ここか。あ、クリスマスね。クリスマス、あ、クリスマス、あ、ちゃう、あ、あれか。クリスマス見た。なんかライオンの色があれか。あ、見てなかった。この、これの、今俺僕が使ったキャラクターは、割とカウンター悪くて、これカウンター悪い。あ、ちょっと待って、あ、これあいにくなった。あ、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 石の、あ、見た。これ投げてね、クリスタル貼ってこのビールを吹くと、こうやって、もう一回、なんていうか、蹴れるのか、クリスタルに変換できてくる。あれ、カウントはどうする？あー、やばい。あいし。Y でスマッシュ攻撃ですね。まあ、Y と方向キーで。で、A で攻撃、普通攻撃で。で、B で技ですね。まあ、あれは大乱闘っぽく、まあ、上 B で大体復帰技ですね。あとはそれぞれ持ちキャラの、あ、キャラクターの、まあ、こういう技ですね。カウンターとかね。あ、じゃあ、やれた。で、こいつ、ガードがこのゲームなくて、まあ、L か R を押すと、こうやって竹がですね、横飛んで、で、そのまま押すとパリーですね。パリーも一応できます。あ、素敵。やらしいな。こうやってパリーを、あ、これライオン2人おるのか。あ、じゃあ。面白いからね。あと、ほんまに海外、まあ、続編、一応リアル、もうちょっとリアルになって、続編が、来年かな、なんか出るらしいんで、もともとアドベンチャーだったらしいで、キャラクターがね、すごいいいので、一応、エーテルが、まあ、属性みたいなものを、まあ、みんな使うんですよ。水とか風とか、これがクリスタルの属性。それを使って攻撃する。すげえね、操作がすごい快適。やっぱ大乱闘してる。ああ、しまった。やってる感じでも大乱闘。大乱闘好きなら、もうすごい。それにもうちょっと細かくしたい。例えば、投げる角度、攻撃の吹っ飛ぶ角度が一応変えれたりできるので、まあ、それによってうまいこと調整したりとか。だからこっちの方が細かい。ダイラント、ダイラントも細かいけど、うまいことやったら、それをもうちょっと、なんかほんまに、だいぶ怖くした感じ。
ちゃいジャンプしてよし余裕っすね。あ、これ9位にしたマジ、あ、9位っすね。じゃあ、持ちキャラめて持ちキャラに第2号第2号ってね、これできます。このキャラクターが割と好きなんですね。さっきよりちょっとふわーって感じなんですけども、こうやって質問で読んだり、あ、ちょっと、やばい。こうやって自分のフィールドを作ると、こうやってうまいことフワをこうやって、あ、もうやばい。上とかに上部を飛べたり、こいつ、なんかまあ、ピーチ系運かな、こうやって飛べたりとか。B、ニュートラルで音符を貯めて連続攻撃とかできる。あー、やばい。あー、間違えた。あー、いける。あー、上そうだね。あ、猫のキャラクターだけ唯一掴み技がある。あー、やばい。一応このキャラクターエリアル型なんで、空中特化型、空中でも地上でも強いけど、大体空中ダメ、空中も強い。ああ、上、ああ、今掴み上がる、カウンター掴み、うわ。なんか布をまとってるマント騎士みたいなやつが、あいつがね、霧を飛ばして、その霧を使うっていうのも攻撃できるんですよ。これがこうやって押しっぱなしで音符が4個つくんです。ついたい時にもう一回押すと音符連続で投げれるんです。通常は1回なんですけども、これでこれがこうやって押すと、こうやって何回もね、大体4つ分かな。この空中、この吹っ飛び行為、これが強いんですね、こうやって走ると。あー、じゃあ、うわうわうわ、キャラで猫の技で、この円になってるビリビリのやつが、まあ、バリア状態張ることができるんですよ。あの円だと、だから飛び道具効かない。あ、ちょっと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 、うわー、上に落ちた、地獄さん。あー、うさぎさん。あー、やばい、これ間違えた。あー、また自分だ、操作ミスをした今。 X 数でこうやって飛べるのにさ、わざわざ上攻撃脱出をするから。あと色はね、カスタマイズで好きな色で着れるんだよ。だからこれ一応好きな色でちょっとクリスマスっぽくて、そこも結構おもろいね。快適やねんな。ルフレイジ面白かったけど、ちょっと早すぎて、ね、でキャラがあっちは濃すぎるんで見にくい、見失いがちなんだ。
平均的なの。あとあのね、やっぱ遊びやすいから安い時に買ったらちょっと高めなんですけども、このゲームね、ずっと遊んでるもんな。だいぶ前にもう3年か4年前に出てるのに、うん、だいぶ遊んでるから。まだあんの？あ、パリーさん。おっと、あいつワークするんだ。あ、そう。オッケー。嘘、負けた。マジか。で、それぞれに勝利の曲があります。こういうとこも。じゃあ次がフィオリーナもいいけどな、こいつも好きやねんな、このボルカっていうかな、こいつも使ってんな、カエルも使ってんな、カエルね、ちょっと使いにくくなってん最近。おもろいキャラクターがいいけど、これだとなんか、うん、草バーン出したり面白いな。こいつは分身出したり、食べれないとか無理だな。このアキペッカーさんに出るやつが、これはめちゃくちゃ空中とかで、空中のスマッシュ攻撃しか使えない。普通地上のスマッシュ攻撃は使えないんですよ。その代わり空中のスマッシュ攻撃使えるんですけども、空中スマッシュ攻撃はめちゃくちゃ一番強いという特殊なキャラ。これがなんかね、機械乗っててオーバーヒートゲージがあるの、攻撃でオーバーヒートするので、すでにね、蒸気を出します。蒸気はね、攻撃にもなるんで、蒸気を出しながら戦うのが、主にそういうスタイルです。で、この白クマは、まあ、相手を凍らせる能力を持ってます。まあ、氷系、相手を固まらせる力があるんですよね。逆にこのライオンのやつはね、技とか使うと相手に火を、まとわして、まあ、継続ダメージを当てることができる。他にもいろいろあるんですけど、まあ、こいつだとなんかね、種を植え込んで、まあ、それの方になんか、縛ったり、まあ、いろんなことできる、まあ、ひっついたり。カエルでもいけんな、カエルなんかかっこいいね、こういうの。まだなんか戦いに、なんでこの狭いとこ分かんない。あ、間違えた。カエルね、中にね、あ、毒攻撃とかできたりするんですけど、こいつ通常攻撃がかっこいいんですよ。このダメージ与えると、こうやって毒、敵の頭の上になんかね、毒マークが表示されて、ダメージが倍当たったりする。食べてなんか泡状にしたり、どうやった、じゃあどうやった、押しっぱなしだった、ちょっと待って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 、あちゃちゃ、あー上わざわざこれか、復帰からなんかああいう連続技につないで、あの舌はね、あのなんかね、人を落ちるところに引っ付けて、あれベロで助かるときも通常行為は強いんだけど、あー今あーよかった、あー上強い敵、この罠、こいつ、この、なんていうの、泡出すやん。これになんか、うまいこと攻撃したいとかじゃない、閉じ込めたりとか。閉じ込めてる間にさ、あれ利用したりとか。あかん、帰りたいですから、あかんな。うわぁ。あ、あんな。自分で入ることも、あー、上、あかん、今回あかんわ、全然使わない。
うわ、ちょっと待って。最初俺カレーカエル使っとったんだけど、カエルキャラ使っとったんだけど、新キャラ増えてからなんかどっちだっけ。あとオリも好きやんな。また、うわぁ、ちょっと待って、見てな。あーやばい、固まる。固まるんかい。ああ、ういー、やばい。このゲーム曲すごい。たまにあの探偵とか聞いてる。曲の種類多いかな。それぞれのテーマもあるし。あ、やばいやばい。待て待て、うわ、すげえ固まる。あ、構成された。全然固まらんかったよね。あ、うやばい、やばい、やー、おいしいんだ、終わった。一等。じゃあ、誰が勝つか。ショベルナイトはね、あの、挑発ボタンで、アイテムを変えるんですよ。で、あれ、落とすとやんと、あれ拾って、こういう数字に出るんじゃないって、あれ取るとお金なので、あれで、自分の好きな戦闘スライムに変えることができる。オリはね、なんか、ひっついて、好きなとこ飛ばしたり。で、あの、なんか、精霊がね、悪い精霊がおるんやけど、あの、近くで戦うと、威力上がる。攻撃パターンとかある。オリ使うとき、攻撃って割と無限大にできるんだ。あの、丸の近くで、スマス使うと、攻撃が強化する。みんな頑張るな。あのクマ強いもんね。一発を使うと強いもんね。あと一緒に。わわ。いや、ほんまこのゲームやってほしいよな。ちょっと高いけど安いけど。やったら多分面白さわかる。値段とわからん。ちょっとパクリでしょとか思うけど全然ちゃうから全部新鮮やから、ね、全部キャラかぶってないから。大乱闘やってあの似たようなキャラおるじゃん。だから去年でなくて全部新規のキャラなんで全部技がちゃうんですよ。それで固有のなんか能力も持ってるんで、まあ、クマは固まったりショベルナイトはなんか武器やるんでスタイル変えたり、まあ、こういうの、能力を、まあ、駆使して戦って自分の、まあ、キャラクターを見つけ出すのも、唯一の楽しみです、ね、粘るなこいつら。最後さ、ちょっとショベルナイトのステージの、で、ギミックつけてたと思う。結構厳しいね、ギミック。まあ、うまかった。で、誰で行こうかな。強いキャラで。こいつが僕使えないかな。なんかこいつが難しいのよね、このキャラクターが。理解するの難しい。いろんなのできんねんけど、いろんな攻撃できんねん。きれい、なんかね、霧状のみたいなのを使って、それをさらになんか発展させて戦えることができる。どうしようかな。これでいくか。アブサが、アブサってやつが、これがね、ネスタイプなんですよね、ダイランで言うと。使ってみるか。これ
して、喋れないとのこっちのステージで、水がふわーってこうやっていくんですけども、雲を、で雲を作って、そして雲をでこういう、雲をでとか、あだから、ネストタイプなんて言われた、ネストピカチュウ、雷系なの。雲を放置できるんですよ。放置して、こうやって中を吸うとビビビビ。あたた。やばい。雲は投げることもできる。で、そこにこうやって遠隔操作で。でも、こいつ攻撃力自体は弱い。ギミックなんで、効きます。あれが。ほら、これが来るとダメージ食らうので。うわって、俺どこ行って、落ちんな。あー、ちょっと待って。あー、やにしな、上の攻撃は2回こうやって行く。これはピカチュウのあれ、電光センサー。アブサは、スマッシュより普通の攻撃とかの方が強かった。使い勝手がいい。これ2回ピアスでこうやってムチみたいにこうやってタブさ、あれも破壊してる。うわーちょっと待って、うわひどい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 、ちょっと待って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 、リンゴクジラね、ちょっと待って。あ、相手ガードしてた。ガードが、あれで、カウンターで、ポイントだった。じゃあ、もう、ちょっと待って。間違えた。間違えた、上に。うわ、すごい。あー、不平、ひどい。あ、ふぅ、あー、死んだんじゃない、いや、死んだな、やばい、あたた、あたたた、あー、あいこめ、ふぅ、え、しましたね。あたたは割と難しい、操作ミスが多くない。ブータンはやめと快適なんですけど、結構好きやね、ふわーって。あ、待って待って待って、これ。あ、もう横になったもん、ね。あー、すごい。なんかおかしなったな、おかしにくなったな、また。こんなに変やった。あ、うやばい、あ、うやばい、うわ、ひどいひどい。ちょっと、うわ、どこ行った？あ、リンゴ。やめろ、リンゴ、さよなら。ちょっと。うわ、じゃあ、おい、どれと戦ってる？危ない、あー、死んだじゃん。うわ、終わった、まだ終わった。ギミックつけたら変やねん、すぐやられちゃうんですよ。あれと大変。今世特に。うわぁ。もう一回行こう。ここじゃなくて、ギミックなし。ギミックなしで、アブサやめて、アブサやめてってね。うわぁ、どうしよっかな。モリ、モリは、いつも好きやねんな。こいつがさ、誰だ、モル、モル、じゃモロか。モロは爆弾をいろん、なんか使えるの。爆弾を切り替えてるか。モロな、もう忘れたからな。一回ディフェンスするか。で、
レース組んで、喋れないとのステージかっこいいんで、僕が一番のことなんですけど、それでいこう。ドクロみたいなやつが、あれがね、これどこだ、分身とか、あの蹴り用のやつ作るんですよ、分身と。で、煙はね、吸うと、吸えるんですよ、自分で。吸うとね、あの、木の爆発の攻撃が使えるので、3回吸わなかった。あの壊せるかあ、まだ壊せるかも。あ、どこ行った。たまに見失う。ここ色がかぶってる。ここでやったら勝てんねんな。慣れてるから。使い勝手いいね。カウンターも使えるから。あと上やばい。あ、上、死んだ。あ、ちょっと待って。まだ壊される。すごいいじめられてる。あ、やばい。こうなんで、あ、上位置が悪い。どこ行った。あたやったやった。自分つけ。いける。あ、間に合った。危ない。あー、バリーされてる。よし。あー、間に合った。あ、バトバリ。よし、いいよ。当たった。あ、やばい。あ、上どこ行った。ちょっと待って。おっと、あれは横 B の技は溜めれるんで、これ溜めれるんで距離が伸びるんで。無事してんな。マッシュは溜めれるんだ。あ、やばい。あー、届かんな。あ、パリは全然使えんのか。あれ、どこ。あ、2000万やった。友人使ったり。スタートこのためがめっちゃ使えるんですよ。なんかあのね、左右にクリスタルを増幅させるんですよ。あれが強い。まあ、こんな感じっすね。
今回ね、以上です。グッズでした。また見ーってな。じゃあねー。